ピアノ競争曲第4番、プラハ作品99は、ドミトリー・カバレフスキーが1979年に作曲したピアノ競争曲。初演は、同年10月9日、モスクワで行われた。初演のソリストを務めたのは、モスクワ音楽院の学生だったユーリー・ポポフである。1981年に、ポポフ独創。 カバレフスキー式モスクワフィルハーモニー管弦楽団の顔ぶれでメロディアにより録音がなされている。この曲は1980年の第10回クイビシェフピアノコンクールのために作曲された。演奏時間12分弱という短い曲でソビエト連邦の青年に捧げる競争曲三部作と同様の特徴を有する。曲にはカバレフスキーがプラハに赴いた際に出会った3つの 民謡が素材として取り入れられている。このため、曲はプラハ競争曲という名前で呼ばれることもある。カバレフスキー自身は、活発な両端楽章を活動、穏やかな中間楽章を繁栄という言葉で説明した。全体として簡素で時折快逆性を見せる、乾いた作りの中にも、ピアノの確かな演奏技巧が要求されるように書かれている。 若い音楽家のために、ピアノ音楽を書き続けた、作曲者の姿勢が垣間見える。約12分ピアノ独奏、スネアドラム、弦楽合奏弦楽器の導入に続いて、ピアノが入り、キビキビと進行する。第2主題は、ユーモア性のあるものである。一瞬落ち着くと第1主題が再現され、直ちに楽勝を終える。ピアノの叙情的なモノローグで開始する。 発想表記に示される通り、ピアノには即興的な表現力が要求される。中間で大きな盛り上がりを見せると再び静まり、静かに余韻を残して集結する。スネアドラムのロールに始まるトッカータ的な楽章。ジャズの影響も感じられる。ピアノは音階的なパッセージが主体であった第一楽章とは異なり、 打楽器的に和音を鳴らす場面が多くなっている。最後は、スネアドラムの音とリズミカルな和音の連打により、簡潔に全曲の終了を告げる。注釈出典。ありがとうございます。